DJ Sorry。アルハこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回はなんですけど、シリーズハッピーラッキー装備召喚カウントダウンガチャですね。フェス前恒例の、今回はファイナルファンタジー11やっていきたいと思います。はい、それでは毎回恒例のなんですが、僕のチャンネルメロージャム TV キャラクターチェック1-2していきたいと思います。はい、スタメンなんですが、リーゼットちゃん、シャントットちゃん、アフマフちゃん、アヤメちゃん、ブリッジちゃんでやってますね。これでゼッツム挑んだパーティーですかね。はい、リリゼットなんですけど、これなんですが、はい、雷耐性レベル2ダウンのこの超絶を使う踊り子アビのために入れてますね。マテリアこんな感じです。シャントットなんですが、はい、新チェイン、雷の新チェインだけ持ってなくてマテリアも持ってます。そこ狙っていきたいですね。雷チェーン欲しいです。でアフマフちゃんは覚醒超絶持ちですね。はい、未所持ゲットできたらラッキーです。でアヤメちゃんなんですが、マテリア未所持アビと新容器ですね、新しいやつですね、持ってません。でブリッシュちゃんなんですが、はい、一応ブリッシュちゃんなんですが、シリチェーン持ってますね。シリチェーン持ってるので、まあ今後もずっとスタメンになるか分かんないんですが、現状スタメンです。ここからメンバー見ていきましょう。はい、クリルラちゃんなんですが、クリルラちゃん超絶奥義持ちですね。マテリアこんな感じ。ライオンちゃんなんですが、はい、超絶超絶バーストですね。サイドマテリは開幕マテ、まといマテですね。あと超絶バースト。ナジャ、ナジャなんですが、オーバーフロー奥義開幕ですね、まといマテ、そんな感じですね。それではガチャ早速引いていきましょう。はい、来ました。お、あやめちゃんのやつですね。その前に1日1回無料回していきましょう、珍しく。はい、撮影することも ないんでね、こちらもお願いします。ほら今出ないですね。まあ、ノーマル装備召喚はそんな感じ。売れたらラッキー、そんな感じですね。はいはい、行きましょう。で、シリーズハッピーラッキー装備召喚回す前にイレブンイベント来てるので回していきましょうか。まあ、今日のやつこれですね。まあ、やめちゃんのやつなんですけど、シンクロ持ってる、覚醒持ってるんですよね。アフマフを持ってる、ブリッシュのこれ覚醒持ってないですね。ライオンのオバフローギもなし。お、シャントットのチェーン入ってる、これ出たらラッキーですね。お、クリルラのこの新チェーン、これも出たらラッキーですね。はい、それじゃあ引いていきましょうか。ジェムで簡単ガチャの前にお試しで97で回していきたいと思います。それではどうでしょう。チェーン2つ入ってますね。シャントとクリルラ、シリチェーンとシャントとチェーン狙っていきたいところ。これはさすがに出ない、さすがに97出ないですね。出たら超ラッキーですけど、はい、残念ということで。はい、こっちの方もですね、新容疑入ってる方、あやめちゃんの新容疑97出たらマジでやばいですね。クリルラシンクロ、ザイドシンクロ、ライオンシンクロ、ユニットブレイクオーバーフローザイド、リリゼット覚醒、ザイド覚醒、ライオン覚醒、リゼット戦技、もうリジェネガですね。あやめちゃんのレジェマって新しいやつですよね。これってステアップないんですかね。ステアップついてますね。すべて未所持ですね。まあ、狙うはあやめちゃん出てくれたらスーパーラッキー。そしたらもう今年一番の97じゃないですか、そしたら。まあ、そんなことは今までないのでね、僕のガチャ市場というか97市場。それでは行ってみましょう。ほら今出ない、さすがに出ません。出たらやばい、ラッキーすぎる。はい、では今日のあれですね、本題いきましょうか。シリーズハッピーラッキー装備召喚ファンタジー11回していきたいと思います。はい、行きましょうか。シャントットちゃんの新チェーンゲットできたら最高ですね。ジェムで行かせてください。それでは行きましょう。確定分1ミラーボ頼みます。狙いはやっぱりそうですね、シャントットのチェーン。ほら今出よう、わー虹、未所持で、未所持欲しいのあるかな。アフバフですかね、未所持ステアップ何でもいいんで、なるか。なんだろうこれ、見てわかんないな。
どうでしょうか。かぶりじゃなければ。お、ザイドのマテリアですね。お、確率発動のマテリアですね。まあ当たりじゃないですかね。はい、ということで今回はザイドさんの未所持マテリアゲットできました。はい、こっからですね、ゴクフェス前のカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキー装備召喚中盤戦入りましたが、こっから好きなシリーズ10、9、8、7、6と続くので中盤戦がっつりいいの引いていきたいです。いつも中盤戦いいの引けないのでね、前半いつも調子いいイメージがあるんですが、今のところ未所持は2つだけ、2つ目やっとゲットしましたね。すべてアーカイブ動画残しているので見てくれたら嬉しいです。 DJ ソラスメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、ご視聴ありがとうございます。サンキューマハロー。